休館のあった損保ジャパン本社ビルソンポ美術館は東京都新宿区にある東郷政治の美術作品コレクションを中心とする美術館公益財団法人損保美術財団が運営している安高再会場保険の前身会社時代からその作品をパンフレットやカレンダーに用い支援するなど縁の深い東郷政治の協力のもと西新宿に 本社ビルを新築する際に美術館設置構想が持ち上がり、自作200点やコレクションを提供を受け、1976年6月、運営法人である財団法人安高祭美術財団を設立し、翌月開業した安高祭会場本社ビルの42階に東郷政治美術館として開館。2020年7月、 本社敷地内に別当を新築して移転をオープンした。東郷をはじめとする現代日本人洋画家のコレクションが中心であるが、企画展ではポップアートを取り上げるなどの幅の広さがある。また、運営主体の公益財団法人が美術家育成の目的を持つことから、若手画家の展覧会や表彰企画が盛んである。しかし、2002年に第25回安田家祭、 東郷政治美術館大賞を付与された和田義彦については、その受賞作品が盗作の疑いがあるとして、受賞は取り消されている。1987年から展示の所蔵作品で最も著名であろうゴッホのひまわりは、約53億円で落札したことから注目を集めた。落札当初、欧米の美術界を中心に、元作ではないかという説が広がったが、これは、 ゴッホ美術館の学芸員によって否定されている。2003年には、ゴッホが意図していたという二つの、ひまわりとルーランプ人ゆりかごを揺らす女を並べるという企画展が催され、シカゴ美術館が所蔵するルーランプ人とゴッホ美術館が所蔵するひまわりの貸し出しを受け、東欧館所蔵のひまわりと組み合わせた展示が行われた。美術館があった本社ビル内の施設では、 すべての所蔵作品の常設展示が困難であり、ビル内にあることで搬入エレベーターを大きくできないなど設備上の問題もあった。そうしたことから2017年2月に美術館はビル敷地内に新たに地上6階、地下1階の美術館施設を建設すると発表した。この移転準備のため2019年9月30日から翌年2月14日まで 長期休館することになり、2019年7月30日、新しい美術館は、ソンポ美術館に名称を変更すると発表した。2020年2月15日から、移転前最後の展覧会となる、フェース展2020が開催された。同年3月15日まで開催される予定であったが、COVID-19 の感染予防。 拡散防止のため同年3月3日から臨時休館となり3月2日は休館日であることから展覧会終了日は3月1日となり休館中の2020年4月1日付で名称変更した新美術館は2020年5月28日の開館予定であったが新型コロナウイルス感染症拡大の状況及び政府自治体からの要請を踏まえて 緊急事態宣言期間中の同年5月11日に、開館延期を発表。緊急事態宣言解除後の同年7月10日に、ようやく開館した。建物は1から2階が、カフェやミュージアムショップ、エントランスホールで、3から5階が展示スペース、6階が事務所及び、応接室という構成となり、設計は大成建設一級建築事務所、施向は大成、清水、 河野池が担った。設計にあたっては、建物を一つのアートと捉え、新宿の文化、芸術のランドマークとなるような建築を目指し、収蔵品の中核を成す優美な女性像が人気を、博した東郷の作品もヒントになり、外観や内装とも柔らかな曲線を描くデザインが採用された。また、正面玄関前には、ひまわりを複製した当飯も設置された。 ファンゴアッホ、ひまわりその他約630点を所蔵。ありがとうございます。